どうするんやこのクソ大会。全試合圧勝するしかないじゃん。決勝が日本対韓国じゃなきゃ冷え冷えやろな。三笘一人に負けるの悔しいです。たまにはテレビで代表の試合をしっかり見ようと思って調べたら、地上波でほとんど放送しないのな日本でのサッカー人気落ちるわけだわ。前世紀の日本に勝てるチームがアジアにおらん。もう日本をユーロ圏にした方がフェア。2011年は面白かったな。何かコロッと負けそうな気もする。親善含めて全試合4得点以上のチームが？ AFC が、かけとるんかダゾーンがあれしとるんかどっちなん。そんな簡単に勝てると思うなよ。親善試合とガチ試合は別物だ。三笘の試合無料放送だろう。実際なんでこんな DAZN 独占多いん？ダブルハイでアジアの恥さらしレベルだったカタールにもアジアカップでこないだ負けたからな。油断できん。お金は入るんだろうけど、その分ライト層への露出が減るからトータルでは損になると思うんだけどな。サウジに開始早々失点してその後80分猛攻反撃するも0-1で負けそうな気がするお。地上波はダブルハイみたいに各局で放送あればこぞって宣伝するけど、わざわざ他局の宣伝になるようなことしない。テレ朝はいろいろ宣伝してるけどまず見ないと気づかんし、でも実況解説陣を現地に送り込んでるから DAZN よりちゃんとしてると思う。放映権料が高騰しちゃった時点で代表戦とはいえうまい商売じゃなくなったんだろうな。サッカー全般的に好きな子はそうしか DAZN に加入してまで見ないだろうし、タイミング悪すぎるよ。せっかく過去一代表強くなって優勝の気配してるのに。強さと人気が全く比例してないよな。